ナゲットポイント灯台はニュージーランドの南東南端部のオタゴ地方南東部のクルサ地区南東部のナゲットポイントに設置されている灯台である。ナゲットポイント灯台の近隣。ナゲットポイント灯台はおおよそ何46度27分、統計169度49分付近に存在する南東の小さな岬の突端近くに建てられている。この灯台は石であり、 灯台が建てられている場所の標高は約76メートルで、石像の塔の高さは約9メートルである。2015年現在、北島に形成された都市でニュージーランドの首都である、ウェリントンから遠隔操作されており、12秒に1回白色光がフラッシュするように設定されている。そして、この光は約18キロメートル先まで届くとされている。これによって、 周辺を航行する船舶の安全に寄与している。2015年現在、ナゲットポイント灯台へと行く道は万人に解放されており、灯台のすぐそばまで歩いて行くことができるようになっている。この灯台へ行く道は、それほど険しいわけではなく、特別な装備も必要とせず、比較的簡単に灯台の近くまで行くことが可能である。しかし、灯台の内部は、 非公開であり、中に入ることはできない。ナゲットポイント灯台から海を見下ろすと、しばしばオットセイの群れが観察できる。また、岬の周囲の海には、岩でできた小島や岩礁が点在しており、この岩の上は何種類かの海鳥が繁殖に利用しているので、そのような海鳥を見ることもできるかもしれない。この他、ナゲットポイント付近では、金目ペンギンや、 ゾウアザラシなども見ることできる。ナゲットポイントと灯台。多数の岩でできた小島や岩礁が点在している、ナゲットポイント付近の海域は、昔から海上交通の難所であり、過去に幾度も海難事故が発生した場所として知られている。この海難事故の大部分は、クルサ川へと向かう小型船によるものだった。そのようなこともあり、ナゲットポイント灯台は、 1869年から1870年にかけて建設された。そして、初めて明かりが灯されたのは1870年7月4日で、あると、灯台の前に存在する案内看板に記されている。この1870年当時は、油を燃料として、炎を上げて、明かりとしており、灯台主3人で灯台の管理をしていた。その後、 1949年にディーゼル発電機を電源とする電灯を光原として使用するようになった。さらに、この電灯は後にニュージーランド国内の電力供給網に接続され、発電所から電力供給を受けるようになった。1989年には、すでに東大主は一人で、その家族と共に東大に住むことで維持管理するようになっていたのだが、 この1989年に東大は完全に自動化されて無人化された。2006年5月には光源が電灯から LED に変えられ12秒に1回白色光のフラッシュが発せられるようになり、さらに外部からの電力供給が途絶えた時のために蓄電池を設置した。しかしながら LED に交換したことで不要となったフレネルレンズは 2015年現在においても元々の位置に設置されたままになっている。なお、2015年現在、北島に形成された都市でニュージーランドの首都である、ウェリントンから遠隔操作されている。ABCDEFGHIJKLMN、ナゲットポイントライトハウスハット AB ナゲットポイント、トカタウォークスハット AB、地球の歩き方編集室編集。 地球の歩き方 C10 ニュージーランド2007から2008年版 P433 ダイヤモンドビッグ社2006年11月10日発行 ISBN4 から478052972サザンシーニックルート A トラベラー S ガイド P14 ありがとうございます